皆さんこんにちは。こちらは京都市教育委員会です。この動画では京都の魅力と京都市で先生になることの魅力についてご紹介します。皆さんは京都といえばどのようなイメージをお持ちでしょうか。この動画を通して少しでも京都で暮らし、京都市で教員になることのイメージを掴んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ようこそ京都へ、共に学びましょう。動画の冒頭では、日本に京都があってよかったという京都市が作成しておりますポスターをいくつかご紹介させていただきました。京都は四季折々の美しい自然の中に1200年以上の歴史を積み重ねてきており、その中でも京都市は地域ブランド調査2020での魅力度ランキングで全国の市町村の中で1位となっています。京都は世界に誇る伝統と文化が根付き、また新しい産業が日々生まれる街です。子どもと大人が共に学び育つことができるここ京都で、あなたも素敵な暮らしと学びを見つけ、豊かな教職人生を送りませんか。京都市は全国に20都市ある政令指定都市の一つで、京都府のやや南部に位置しています。人口は約146万5千人。京都市役所がある中京区など全部で11の行政区があります。京都市は実はコンパクトな町です。京都市の中心部では10キロ四方に主要な観光スポットや商業施設が収まっています。町の中には鴨川が流れ、鳥の姿が見られます。京都御所のほか、世界遺産に登録されている神社仏閣も多くあります。また北、東、西側は山で囲まれ、市内から緑豊かな風景を見ることができます。そして京都ではものづくりも盛んです。伝統産業の技術を今の先端技術に生かしている企業や、戦後生まれのベンチャー企業がたくさんあります。さらに京都市には約40もの個性と特色あふれる大学、短期大学が集まる大学の街、そして人口の1割に相当する約15万人の学生が学ぶ学生の街です。市民ぐるみ、地域ぐるみで子どもを育てる、これは京都に息づく人づくりの伝統です。京都市では子どもたちの今と未来のために大人として何ができますかを合言葉に、大人の行動規範を示した子どもを共に育む京都市民憲章を平成19年2月に制定しています。私たちは京都育み憲章の理念のもと、子どもや若者を育むことで大人も共に成長し、町も元気になる、京都に息づく育み文化を次代へ継承し発展させていくことを目指しています。京都市は幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の6校舎を設置し、京都市単独で教員採用を行い、各校、園の教職員を配置しています。また学校教育の方針とその重点取り組みを定め、京都市の子どもたちの豊かな学びの実現に向けて取り組みを進めています。当然ですが、京都市の教職員は市内にある京都一律の学校園で勤務をします。コンパクトな町の中で約8000名近くの教員が子どもたちの未来を切り開くために日々頑張っています。
すべての講師を設置している京都市での教員としての学びは、講師間での交流や人事異動で他都市では得られない深い学びを実現することができます。京都市の学校の歴史は今から約150年前に遡ります。明治維新による東京への遷都により人口が激減し、都市存亡の危機を感じた京都の町衆がかまど金と呼ばれる資材を出し合い、日本初の小学校である番組小学校を創設しました。子どもをしっかり育めば未来は明るい、町づくりは人づくりからと、地域の子どもたちが家庭の状況に左右されず質の高い教育を受けられるように取り組みました。この先人の情熱と子どもを誰一人取り残さないという思いは現在にも受け継がれ、市民ぐるみ、地域ぐるみで一人一人の子どもを徹底的に大切にするという今の京都市の教育理念につながっています。地域の方々も学校の応援団として子どもたちの教育のために非常に協力的です。京都市で目指す子ども像と3つの姿を全学校園で共有し取り組みを進めています。京都市が目指す子ども像は、伝統と文化を受け継ぎ、時代と自らの未来を創造する子どもです。子どもたち一人一人が自分の良さや可能性を認識し、自分とは異なる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人たちと協働しながら様々な社会的変化を乗り越えていくための土台となる生きる力を育むために、教育委員会や学校園、地域や保護者が一丸となって取り組んでいます。また京都市が目指す教員像は、教育者としての職責を自覚し常に自己研鑽に努め、確かで幅広い力量を持つ教員です。本市では平成30年3月に京都市教員等の資質の向上に関する指標を策定しています。本市の教員が社会の発展や時代の変化とともに自身のキャリアステージに応じて求められる資質、指導力を生涯にわたって高めていくことができるよう定めたものです。詳しくは京都市教員等の資質の向上に関する指標で検索ができますのでご覧ください。京都市は全国に類を見ない教員研修支援体制を整えています。経験豊富な教員 OB が研修支援サポーターとして新規採用教員をはじめ、経験年数の少ない教員やこれから採用試験を受験して教員を目指している常勤講師の先生を含めた若手教員を訪問し、悩みや迷いの相談を受けたり授業支援を行うなど全力でサポートしています。また総合教材ポータルサイトで自身のパソコンからさまざまな教材を確認できるほか、京都市総合教育センター内にあるカリキュラム開発支援センターには教員の OB などが常駐し、教科の指導方法や指導案の作成、教科の在り方についてアドバイスを受けたり教育資料の提供を受けることができます。さらに自分の興味関心に応じた自主的に選べる研修など、キャリアステージに応じた年間約260講座を実施しているほか、オンライン研修も充実しており、いつでもどこでも自己研鑽ができます。京都市では生き生きとした姿で子どもと向き合うために全市立学校園で
働き方改革を推進しています。現在全学校園に公務支援員が配置されており、教材の準備や消毒作業など教員のサポートを担っています。その他、中学校・高等学校への部活動指導員の配置や ICT に関わる授業支援やサポートを行う ICT 支援員の配置も行っています。また、小学校に常勤や非常勤の専科教員の配置を進めており、教科担任制の導入が始まっています。担任だけではなく、チームで関わることで児童の学力向上と教員の指導力向上、そして授業準備にかかる時間の軽減等、さまざまな効果が出てきています。その他、部活動ガイドラインの徹底や長期休業期間の連続休暇の取得促進を進めるほか、勤務時間を意識した働き方の推進のために、電話対応終了時刻や閉校時刻、定時退校日などを各校園で設定しています。最後にまとめさせていただくと、住んでよし、働いてよし、そして学んでよし、それが京都です。あなたも京都市で先生になってみませんか？京都で先生になる、そんなあなたを私たちは待っています。